海上保安庁によりますと、北朝鮮が先ほど弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表しました。船舶は今後の情報に留意するとともに、落下物を認めた場合は近づくことなく、関連情報を海上保安庁に通報してください。